皆さんこんにちは、しおりみチャンネルしほうです。はい、ということで今回はイングで買ってきた購入品紹介なんですけども、このね段ボールの箱の中をですね、ネットでお母様が注文してくれたと。なので私は何買ったか全くわからないんで、はい、ですよね。そうなんです。そうなんですよね。まずちーちゃん今着てる洋服、そうなんですよ。ちょっと立ってみる？入るかな、画面に。はい、こんな感じで、はい、超ロングなんですけど、はいはい、スカートね、これイングで買いました。はい。はい。めっちゃ可愛いと思う。後ろもじゃあ、なんでね、可愛くない？可愛い可愛い。めっちゃ可愛いと思う。はい。これをね、しほちゃんがね、選んで買ったんですよね、お店でね。これはお店でしほちゃんが選んで買いました。前髪長すぎてやばい。そうだね、切らなきゃね。はーい、それでですね、ちょっと今着てる上はその黒いやつは違うんですけど、これビゴですね。そうで、もう一着ね、買ったのがあるんですけど、切っちゃってちょっとなんか首がタートルっぽくなってて、セーターみたいな、薄いセーターみたいなやつを買ったんですよ。それに合わせて買ったんですけど、この前学校に1回着ていっちゃったんで、今ちょっと洗濯中で、すいません、今ここないんですけど、ではですね、それを見て、リミは絶対着ないなと思ったんですけど、それをしほちゃんが着てるのを見て、リミもいいなって言ったんですよ。そうなの。なのでママが意外と「りみちゃんがそれ臭いのを着るんだ」と思ってネットで探したのがきっかけなんです。でなのでこの中にそのしほちゃんが一緒に買った上が入ってるんで、まずそれを見ましょうか。多分一番上に入ってる。そんなにいっぱい買ってないんだけどね。ちょっと段ボールを下ろして、あ、これそうそう、これ一回段ボールを下ろしますね。見えない。あ、そこか。ママがそこも開けちゃって、そこ抜けてる。まあ大丈夫。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じのね、開けてみますね。開けてみようね。開けてみないとわかんない。まあ普通の真っ黒いさやつなんだけど。あ、そう、これ腕がねキュッてなってて、これをね一緒にねこうセットで買ったんですよね。そうで、本当はこれと一緒に着る感じで買ったんだよね、そのスカートとね。はい。でこれ今年はなんかちょっと腕がさふんわりしてるのが流行ってて、これはね肩というよりもこのね腕のところがちょっとふんわりとしてる感じで、ピタッとしてるやつじゃないからちょっと可愛い感じで。はい、私肩似合わないんだよね。肩がそう、今なんかさ肩がボワーってしてるのがめっちゃ流行ってるっぽいんだけど、それがいっぱい売ってるんだけど、しほちゃんはなんか合わない感じがしてね、それはちょっと今避けてるんだけどね。避けてるんですよ今。なのでこっちにしました。これね店舗で買った時はもう残り1個って言われてね、マネキンが着てるのを買ったんだけど、ネットではまだあって、りみちゃんのためにねちょっと買ってみました。じゃあ撮りますか。撮りました。はい、じゃあこれ用がしほちゃんにもあるってことです。なのでしほりみではちょっとお揃いになりましたね。はい。で、はい、次続いてはもうていうかもうあと2個しかないんだけど、お揃いでなんか白いよ。そう、これねアウトレットなんですよ。なので安いです。アウトレット価格でこれがね1501円です。あ、かわいい。めちゃめちゃかわいい。真っ白だっけ。真っ白ですね。なんか無地で、これなら何でも着回せそうな感じがしてほんとだ、ぼーっとしてるけど何でも着回せるね。まあ家でゆったりしてる時に着てもいいし、こういうのだったらりみちゃんも着てくれるのでね。着てくれますね、これね。かわいいです。めちゃめちゃかわいいです。これを買いました。これが1501円で安かったので、これがね2着ですね、お揃いで。お揃いで。はい。で最後が、今年流行ってるやつですね。フェイクレザーシャツ J.K. フェイクレザーシャツジャケット。ジャケットなので、J.K. って女子高生じゃないよ。ジャケットも J.K. ね。大丈夫？基準女子高生がと女子高生の JK じゃないからね。え、あらすごい可愛い可愛い感じ。今年風でしょ？あ、めっちゃ今年風じゃん。これを何？ボタンを取ってジャケットみたいに羽織る JK。JK。じゃあちょっと羽織ってもらおうかな。この服に合うかなって感じなんですけど。あ、ボタンなんだね。それ合うんじゃない？今年流行ってるよね、この流行ってる流行ってるレザー流行ってる流行ってる、ね、そう、ああいいじゃん、かっこいいかっこいい、うん、ちょっと立ってみて、こんな感じ、ちょっと長めだね、そう長めだってジャケットだから、そっか、まあコートじゃないけどちょっと上に、あいいじゃん、かわいいよ、これにミニスカートでもかわいいしね、確かに、あ、かわいいかも、うん可愛いですね。どう？いいでしょ？うん、いいかも。いいよね。うん。うん。都市風にちょっと選んでみました。はい。はい。いいじゃん、似合う。可愛いじゃないですか。今年風ですね、一気に。一気に。はい、こんな感じ。これしか買ってないんですけど、すいません、少なかったね、今日ちょっと。え、でもすごい。でもイングで買った新しい洋服がスカート、ロングスカートとジャケットとこの黒い。とこれアウトレットなのでちょっとお安いんですけど、はい、はい、買ってみました。こんな感じでございます。はい、すいません、これがあとね、もう一着りんちゃんのもありますね。はい、はい、ママが買ってみました。どうですか？お気に入りになっていただけましたでしょうか？はい、めちゃめちゃ気に入りました。よかったです。でも可愛いなと思って、これ特にこれね、学校にもいいかなと思ってざっくり決めて、はい、はい、めっちゃ気に入りました。よかったです。はい。はい。はい、ということで、今回はね、INGNIで買ってきてもらったっていうのかな。ママが買ってきた洋服を翔ちゃんが気に入ってくれるかっていうね。はい。まあそういう企画も込めて、INGNI購入品ですね。はい、そうですね。ということで、それでは、バイバーイ。